命題と条件の第1回です丸1ページを開いいてくださいえ命題とかあ条件これはですね数学的にいい論理を語る時になくてはならない,い,い概念でありますもともと命題という言葉が論理学においてずっと使われてきたことなんですねえそもそも論理学は英語でロジックというふうに言いますロジックという由来はロゴスということですね言葉ということですね 言葉をを使って、えー、コミュニケーションを取る私たち人間がですね日頃行う行為でありますがその言葉を使って、えー、人とコミュニケーションを取るできるだけ能率的にしかも正しく相手に伝える意見を伝えるある,いは移転あ,あるいは相手の意見を正しく理解する,あるとても大切なことですねそれをコミュニケーションをうまくとれないために言い争いになったりあるいは人を説得する時に無用な時間がかかったり バカバカしいことになります。えー、これより古来より哲学者たちはいかにして人は誤りなく、えー、議論を組み立てることができるか、どうすれば必ず正しい、どうすれば必ず正しい議論を組み立てることができるか、そういう問題に関心を払ってきたわけです。で、えー、そういう中で論理学というのはまあ。あ 発達してきたわけですがその論理学の基礎になるのが命題というものです命題というのはここの4行目から6行目に書いてある通り正しいか正しくないかあるいは真であるか偽であるか英語では true と false というふうに言いますが、えー、それが判定することのできるようなことあるいは数学で言えば式それのことを命題。 というわけですプロポジションというふうに言います5たす7イコール12これは正しい例題ですね皆さん5たす7イコール12これは正しい例命題だとそういうふうに判定できますねこの5たす7イコール10と言ったらこれは正しくない命題であるこういうふうになります3は偶数であるこれはバカバカしい命題ですけれども間違った命題 義の命題ですねでしかしこれも「義であるこということが判定できますしたがって命題なわけですね真偽が判定できる真であるか義,が義であるか正しいか正しくないかそれがあ判定できるそういう文のことを命題そういうふうに言うわけですね例の11偶数の事情は4の倍数である 偶数の事情は四の倍数であるという文の中にはどんな偶数の事情もという任意のという言葉が実は隠されているんですけれども、えー、その言葉がなくてもですね偶数の事情は、えー、常に四の倍数であると常にという言葉も隠されているんですがその意味で、えー、この文章を解釈する、えー、そうす,るすればこれが真であるというふうにすぐわかりますねどんな偶数でも適当 どんな偶数の事情は、えー、必ず4の倍数であるということですね。ということです。必ず、えー、どんな偶数の持ってきてもその事情は必ず4で割り切れるということですね。2番4の倍数はある偶数の事情である4の倍数というのは必ずある偶数の事情であるそういうふうに言えるか えー、その4の倍数として16というのを持ってくるとあ確かに16は4416あ,ある4の事情になっているなあるいは4の倍数として、えー、36というのを持ってくると36は4の倍数ですね36から66366という偶数の事情であるこういうふうに言いますしかし4の倍数はすべてすべてあるしかしうん しかし4の倍数が全てある偶数の事情であるかというと4の倍数として8とかあるいは12という数を持ってくるとそれはある偶数の事情になっているとは言えませんね。ですからこれは偽であると,と判定できるということですね。問い166は素数であるこれは平行四辺形は大形であるこれらの分についての審議を拝景せよ。 1>, 1番の方は、まあ、簡単ですね素数の概念を分かってるということですね2番平行神経は大形であるこれはもちろん任意の平行神経は大形であると平行神経は常に大形である任意とかそれ常にという言葉が省略されているものと思ってくださいこれについてはまた触れる機会があると思います次に例題とついになって考えられる条件というあごめんなさい命題とついになって考えられる条件 コンンディションだねこの「この条件」という言葉が論理学の中で重要な役割を果たすということが認識されたのはまだあ本当に100年とか200年とかごく最近の話であります。で数学学的な論理学 マスマティカルロジック、数字論理学という世界が今切り開かれていて、今重要私たちの重要な武器になっているんですが、そのような手法でがですね、ごく近になって開発されてきたわけです。皆さんはそういう新しい数学の理論を勉強する、そういう幸運に恵まれたわけですね。まあ、今から皆さんが200、200、300年前に生まれたら、条件という言葉を知らずに一生を終えていた。 しまっていたわけですさてこの条件とはどういうものかというと例えば12行目 x が0より大あ12行目 x があゼロより大こういう文を考えた時にこの x が0よりこの,この x のが0より大っていうのが真ですか d ですかと聞かれても困ってしまいますよね。 えー、x は0よりない、真ですか、偽ですかと聞かれても皆さんはと当然、それは x の値によるよというようになる,なるんでしょうかなるじゃないでしょうか ?x の値が分かれば真であるだとか、d だとかというふうに言えるとだけど、その値が分からなければどうしようもない。まあ、未知数の値というふうにが分かると、それによって真が d が決まる。そういう文のことを、その未知数あるいは変数についての 条件というふうに言います。条件というのは英語ではコンディションと言いますね。論理学ではしばしば述語、述べるという言葉ですね。えー、述べるという言葉に言語の言葉がついて、えー、述語、プリディケイトというふうに言います条件とい。条件という言わずに述語ということもあります。えー、例えば、X がゼロより大、X が0より大ということに X がより大ということに対しての X より大 についての条件は、x に1を代入すると真ですね。x に -1 を代入すると理となるわけですね。で、x につい1を代入すると、x が0より大という条件が成り立つます。こういう時に、x イコールロ、えー、x イコール1は、えー、こういう時に x イコール1は、x が0より大という条件を満たす。えー、そういうふうに言うわけです。 例の12の言い方 x=2 とすると x, x が0より大という条件を満たす、えー、こういうわけであります17行目以下に先ほど私が述べたことが丁寧にあると思いますで実は偶数の事情は4の倍数であるというのは本来は2の偶数の事情は4の倍数であるか偶数,の偶数の事情は常に4の倍数の条件 というふうにそういうことを意味する文なんですがこれは整数 n についての2つの条件 n は偶数であると,ということと n の事情は4の倍数であるということをこの2つの条件この18行目に書いてあるこの2つの条件名は条件にすぎませんこれ,こ,れをならばでこれをならばでつないで作られる20行目の,の文 n が偶数であるならば n の事情は4の倍数である という、こういう形の命題なんだということですね。つまり、条件という言葉を使うことによって、我々が命題という言葉しか知らなかったときには、その内部構造がはっきりしなかった。それを条件という言葉を使うことによって、その命題という内部構造まではっきりとわかるようにな,なるということですね。素晴らしい。 これは素晴らしい大きな前進になったということですね。さらに、さらに言えばですね、実は20行目の N が偶数であるならば N 事情は4の倍数である。このならばの後に常にという言葉が省略されています。あるいは20行目の一番冒頭 N が偶数であるならばの前に任意の N についてという言葉が省略されている。そういうふうに思ってもらってもいいわけです。このような ニーのという言葉を含むような論理学の世界のことを術語論理学というふうに言うんですが一昔まで見昔前といった方がいいかもしれませんが高,等で高等学校でもこのようなこう、えー、論理学を少し勉強したんですが今はあそういういこと、えー、今は、えー、やっていません。それを明確に勉強する機会というのはなくなっています。 しかし、数学の概念を理解するときには、術語論理の言葉を使い正しく、正しく使えるようになるということを、とても大切なことである。このことがですね、皆さんの勉強が進むにつれて、皆さん納得されると思います。さて、丸二ページの、えー、に行ってみましょう。一般に、一般に数学の例題は、このように、ならばという言葉を使って表現されることが多いわけでありまして、P ならば Q。 こういうふうな形になっているきにこの P のことをこの命題の過程 Q のことを命題の結論というふうに言いますそしてならばというのですね頻繁に出てくる言葉ですので矢印を使って、えー、この太文字の矢印を日本線の矢印この記号を使って4行目のように表現するでありますしたがって例の11であったもの えー、n, が n が偶数ならば n の事情が4の倍数であるというものが丸2ページの5行目のように矢印を使って表されるというわけです。えー、問いの17、えーならばの形であ、ならばの形で表しなさい、えーえー。2より大きい数は1より大きい。これ当然、えー、x が2より大ならばあ、x が1より大であるわけですね。哺乳類は脊椎動物である。 えー、例えば X が哺乳類であるならば X は脊椎動物であるこんなふうに言います X が哺乳ならばという哺乳類を、えー、X が哺乳類であると,いうとかっていうのをまたこの集合の記号哺乳類の集合というのを考えますと X が哺乳類の集合の要素であるならばとかそういうふうにも表現することができるわけですがそれはまああ,あくまでもですね記号としてどう,いうどういう言葉を使うかということであって今私たちが問題しているのは命題の内部構造をですねその内部構造を記述することができるということがあちょっと嬉しいわけですねで、えー、最後に9行目から12行目のところに書いてある通りこのならばというのはより詳しくは より,より丁寧に言えば「ならば常に」という意味で述べられているおりますので P ならば Q という命題が偽であるということを示すためには P を満たすのに Q は満たさないそういう例を一つでも見つければよい、えー、例えば、えー、お天気夕方あ西の空が明るければ翌日は晴れである、えー、そういう命題 それが偽であるということを示すにはあ,ある日、夕空あで西の空があかあき,きれいな夕焼けだったのに翌日が天気が悪かったそういう例があ一日でもあるということを示すはこの文が成り立たないということを示すことができるというわけですねこういう例のことを判例カウントリーエザンプルと言いますとても大切な、えー、論理学の言葉です、えー、人が P ならば Q であると主張したときに、いわばあり足を取るということですね。P であっても Q でない、そういう例があるじゃないかということです。それを判例と呼ぶということですね。P ならば Q、こういう形をしているからこそ、判例というのを作ることができるということです。素晴らしい。